やっとですね、なんでお休みなのか よく分かりましたよ。ガバメントのシステムがチェンジするそうです。だから今日あのモバイルがしょっちゅうあのシステムがですね、なんてブレイクダウンか知らんけどシャットダウンしたんですよ。何度も何度もですよ。だからそういうことだったのか。で明日、ガバメント半分お休みらしいです。そしてあのまあいろいろ記念すべき日ですよね。だからこのためにあの日本からわざわざ来ました。そうなんよ、やっぱりやるんだ。感動しますね。そうなんよ、そうなんよ。そのために来たんだからね。一番あの重要なことはですね、まあ、今日から明日にかけて寝る時間がないぐらいあのやっぱり大きな変化でしょうね。システムがあのブレイクダウンからシャットダウンしたわけが やっと分かりましてですね、来るのか来るのかっていうのはすごくあのもう待ち遠しかったんですよ。やっとやっとですね、これであのラグジュアリーな時代っていうのを終わりましたですね。やっぱり昨日もあのモンテフィオーレホテル あのオーナーさん一家とですね話しましてですね、シーサイドホテルとかセントラルホテルとか3つぐらい持ってるらしいんですけどね、らしいっておかしいけど3つあのホテル持ってるあの一族の方とですね昨日話しましてですね、あの2番目のボッテマと話してビッグウェーブが来るよと昨日は言ったんですよ。だからその2番目の息子さんは真剣に非常に考えて聞く耳を持ってましたね。ビッグウェーブが来ると、これであのすっきりしましたよ。